こんにちは、僕たちは韓国人バンド BRT です。今日一緒に勉強したいと思った曲は樋口愛の悪魔の子です。これから一緒に勉強したいと思った方々は登録といいねとアラーム設定よろしくお願いします。簡単な説明です。名前は樋口愛、活動は2007年からしました。事務所はビクトミュージックアートと、レーブルはポニーキャニオンです。この曲は TV アニメ進撃の巨人 The Final Season Part 2のエンディングテーマになっています。前年にわたって樋口愛本人の歌唱シーンが披露される映像はこの映像が初公開になっています。それでアニメバージョンとこのバージョンが何が違うか、どんな話をしたかったかなと考えながら見てください。では行きます。하늘이랑땅이바뀌어있는것부터가약간애니메모순이라는게되게많잖아요그런걸표현한것같아요지금이렇게약간읊조리듯이노래하는이것도뭔가주문을막이렇게하면서빨려들게만드는그런매력이있는것같아요화음도되게심오하게깔려있는되게무거운분위기를잘살려주는것같아요이렇게이런가사가 K-POP 에서잘없잖아요그렇지이렇게약간감성적으로해도이감성이부끄럽지않은것같아요일본에서는그게이제그음악하기좋은것같아요여러음악이나올수있는거고아진짜악기엄청많이썼더라고요진짜오케스트라가처음에옛날악기소리도이렇게들리면서뭔가시대를계속왔다갔다하는그런느낌인것같아요밝은진행으로갔다가어두운진행으로갔다가이렇게왔다갔다계속해요그러면서이제되게신비하게분위기를끌어가는것같아요밝게도안그러고너무어둡지도않잖아요아사실일본와서처음느끼는것같아요메이저갔다뭐마이너갔다이렇게왔다갔다하는거일본와서처음느껴보는것같아요저는이곡들으면서안혜은씨가생각났거든요손과손에붉은실이이어진채온다했죠아완전그런포지션인가생각할정도그이게지금뭐야멜로디랑반주들이약간단순하고반복적이니까그걸이제그드럼이약솔로하듯이치거든요그래서그약간더재밌게만들어주는거예요단순하는거위에이런것들이칠하면서색칠하는느낌추임새넣듯이분위기를더보조시키는맞아그럴때마다감정이막확올라가요또이버전을볼때랑애니메버전이라고볼때랑완전느낌이다른거지다른노래같은느낌많이잘라먹으면그렇죠이거약간에반게리온1기오프닝같은느낌이에요잔혹한천사의대제랑가사도살짝비슷하거든요인터뷰한거봤는데진짜철학적이시더라고생각도나의정의와내가옳다고생각하는것과남이옳다고생각하는것이충돌했을때그건아마죽을때까지변하지않을것같다고그런걸가사에잘썼다고하더라고아우
도요테키나 각기 또 반도노 각기가 맞은데 혼돈이 손나 쿠미아와세가 素晴らしい曲だと思います. 이런나 각기도 使ったと思いますけども, 그 심정의 音を 入れて, これが なんか リズムになってて, 音楽なのに これが いけている なんか もの みたいに なんか 感じれました. 世界は残酷だっていう歌詞があるんですけど、進撃の巨人の一番最初のエンディングのテーマのタイトルが美しき残酷な世界っていう。 これ 歌詞を 見て, 아, ちょっと これも一つのネタになってほしいなっていうくらい、ちょっとビビったっていう風に思います。悪魔っていうの言葉がこのアニメにも出てくる言葉で、生まれただけで自分の運命が決まってしまったのについて結構考えながら、こういうタイトルを決めたと思いますけど、歌詞とアニメの雰囲気と曲の雰囲気と全部ちゃんと似合うかなと思いました。 여기서부터는 칼라로 바뀌어요. 그것도 진짜 모순적인 이야기, 가장 하고 싶었던 이야기 때 컬러로 바뀌는 게 진짜 좋은 연출입니다. 일본 곡에서 마지막 사비에서 진짜 정말 하고 싶었던 얘기를 말하는 게 맞는 것 같아요. 앞에서 돌려 말하다가 돌리고 약간 그 주변 서론을 이렇게 말하다가 진짜 하고 싶은 얘기는 제일 터지는 마지막 사비예요. 지금 약간 공명도 계속 나오고 이래서 좀 낭만의 아이구나. 이제 돌아왔어. 거꾸로였었는데 돌아왔어. 맑게. 아, 표현력도 너무 좋으신 것 같아 진짜. どうでしたか。今回に樋口愛さんのことを探してみたんですけど、子供からずっと作曲だけで 18歳から 4000分の1 のコンペでなんか当たったりした経験があるのに、今まで1回でも他の仕事見えなくて、ずっと同じ仕事頑張ってる人たちには本当に尊敬する人なので、今回も本当に感動しました。レビューのためにあの進撃をもう1回見返したんですよ。今の MV と 進撃の巨人の エンディングテーマとしての曲をちょっと比べたんですけど、印象が全く違くて、残った回数は全部家帰ってみます。心が重くなるように、いろんなことを考えるような作品だと思いますけど、この曲も歌詞も全部いろんなことを考えるようにする曲だと思います。それで正しさについて考えたくなりました。 MVも楽器の構成も歌い方も神秘的な雰囲気に接してるっていうのが感じられて、曲全体的にこの MVもそうだし、本当に不思議な雰囲気だなと思いながら聞いてました。 무준 또 신지즈 또유 아니메노 세카이카노 그 음악들 전부 토케코마셋다 요나 곡だと思いました. 오늘도 탁상노 배경이 나리마시다. 그래까라모 이쇼니 배경시다이토 오모타 카타카타와 도록토 이네토 알람세테 よろしくお願いします。今週も見てくれてありがとうございます。